おはようございます。めぐり神太一です。今日は旬のホワイトアスパラガス、アスペルジュブロンシュを使って休日に食べるおうちご飯を紹介したいと思います。ですけども動画の中ではアスパラガスの下処理の仕方を詳しく解説しています。今回の材料はベーコン、エシャロット、ケッパー、パセリ、そして旬のホワイトアスパラガスです。今回マルシェで美味しそうなのを見つけたので買ってきました。いいアスパラガスの見分け方ですけども、ある程度太さがある方がやはり美味しいと思います。あと切り口があまり乾いてないもの、あと鮮度が重要だと思います。切ってすぐ、収穫してすぐのアスパラを産直で取るのが一番美味しいと思います。ホワイトアスパラガス自体を触って硬く締まっているものを選んでください。それではホワイトアスパラガスの下処理の仕方、美味しい食べ方を紹介していきます。よく洗ったアスパラガスのまず下の部分を処理していきます。このように手で折ってください。手で折ると繊維が全部取れます。ここを包丁で切ってしまうと食べる方に繊維が残ってしまいますので、手でこのように折れるところで折っていくと繊維をきれいに取り除くことができます。続いてエプルシェ、皮を剥いていきます。エプルシェする時のコツは、高さのあるバットをこのように逆さまに置いて、その上にアスパラガスを置いてエプルシェします。この時穂先の部分を少し出して、そこを持ってアスパラを少しずつ回転させながらエプルシェしていきます。この時プラックから立てて浮かせた状態でエプルシェするのではなく、プラックの上に完全に寝かせた状態でエプルシェしてください。浮いた状態でエプルシェしてしまうと穂先のところで折れてしまいます。エプルシェし終わったら長さを揃えます。先ほど折った先の部分の長さを揃えます。切り落とした部分はブルーテ、スープなどにしたら非常に美味しいです。捨てずに使ってください。それではアスパラガス、火を入れていきます。シンプルに塩茹でだけにします。今回生でちょっと味見しましたけども、そこまでアクがないのでレモンも入れずに本当にシンプルに塩茹でしていきます。ここでアスパラを湯がく時のコツです。ホワイトアスパラガス、グリーンアスパラガスも一緒です。あと太さによっても変わりますけども、まずこのように一番下の部分、太い部分を20秒ほど先に火を入れます。そして20秒経ったらこのように全体火を入れてきます。もう一つのポイントですけども、火を入れるとき、今見てもらったら分かるぐらいの火加減にしてください。これが思いっきり沸いてる状態で入れてしまうと、穂先が鍋に当たって先っぽが崩れてしまいます。火が入ったかどうかは今やってるように金串で刺してスッと通れば火が入っています。基本的にホワイトアスパラガスはビアンキュイ、きっちり火の入った状態で食べるのが一番美味しいです。今日はこの後フライパンでソテーしてまた多少火を入れます。なので少し手前で今回はアスパラガスを引き上げます。熱くしたフライパンにオリーブオイルを入れます。フライパンをよく熱してから、キッチンペーパー、リードペーパーなどで水気を切ったアスパラガスを入れてソテーしていきます。
このように色がついたらひっくり返して全体的に色をつけます。最後仕上げに軽く黒胡椒をひいてよく全体になじませてアスパラの完成です。それではアスパラガスによく合うソースを作っていきます。まずエシャロットをエプリシェします。このエシャロットですけどもオニオンでも構いません。乾いている皮がないようにきっちりとエプリシェします。今回はエマンセにするので根っこは残していません。このまま半分に切ってエマンセスライスしていきます。もちろんですけどもよく切れる包丁を使ってください。この後イタリアンパセリペシリプラをコンカッセにしていきます。このパセリもよく洗って水気を切って葉っぱだけの状態をコンカッセにします。酢漬けになっているケッパーもコンカッセにします。この後ケッパーとパセリは同じ時最後の仕上げに使いますので同じレモンにカードを使って移しておきます。エシャロットもカードを使って容器に移しておきます。最後今回のソースの主役のベーコンを用意していきます。ベーコン皮付きのままのベーコンですけども皮の部分は硬いので外します。このベーコンきっちりとスモークのかかったベーコンです。これをだいたい 3,4 ミリの厚さに切ってバトネにしていきます。この時ベーコン切る時ですけどもこの油の層と肉の層がきっちり入るようにこのような方向でバトネにしていきます。フライパンを用意して火をつけたところにオリーブオイルを入れます。そして冷たい状態のままベーコンを入れてじっくりとベーコンに火を入れながらベーコンの油を出していきます。このようにベーコンに色がついて油がきっちり出てきたところに先ほど用意したエシャロットを入れます。このままエシャロットに火を入れていきます。ですけども今回エシャロットきっちり火を入れすぎずに多少食感が残る状態で火を入れてください。ベーコンから塩が出てますので塩をする必要はありません。ある程度エシャロットが炒まった状態でここでビネガーを入れます。今回入れるのは赤ワインビネガーを入れていますけどもこの代わりにシェリービネガーなどを入れても非常に美味しくできます。ビネガーが半分まで煮詰まったらここでフォンドボーを入れます。フォンドボーの代わりに茶色いだし汁を入れてもらっても構いません。またフォンドボー茶色いだし汁の取り方は動画がありますのでそちらを参考にしてください。あとはもう一度半量まで煮詰めて最後仕上げに先ほど用意したパセリのコンカッセとケッパーのコンカッセを入れてソースの出来上がりです。
それではドレセ、盛り付けていきます。温めたお皿にアスパラを置いて、あとソースをかけて完成です。最後仕上げにフルドゥセルと黒胡椒を上からかけて完成です。非常に旬のアスパラガスとベーコン、あと酸味がマッチして非常に美味しい一皿になっています。またオランデーズ、マルテーズなどと食べるのとは違った感じで非常に美味しいホワイトアスパラガスの料理になります。ぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。